総理発言って何なのか、まあ、よく分かんないんだけども、総理がこう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 いうふうにすることでしました、はい終わりと言っちゃう。それでね、一応あの決まったことになるらしいんだよね。しかしそれはね、僕はちょっとこれまでのそういう形式があることは聞いてましたけど、実質的にそんなことでいいのかしらと。やっぱりこれだけ重大なことを決めるのにね、閣僚が一つずつやっぱり署名をして、間違いなく私はこのいいですよという閣内が全員一致して決定するという方法を取ってもらいたいと思いますよね。そんなあの小手先でなんかごまかすわけだよね、あの総理発言っていうのは。その社民党が連立を離脱しないための、まあ苦肉の戦法ですよね。そういうことはやってもらいたくない。あの今もう世間ではですね、あの鳩山さんがこれまでもう最低でも県外国外といい、それから埋め立ては自然への冒涜といい、命を賭してとだったかな、まあ、なんかそういうことをいろいろ言葉言って、全部それはあの結果的に嘘になってしまってるわけですよね。で世間で今鳩山さんのこと何と言ってるか知ってる？何ですか？鷺山さんって言うんですよ。鳩山さんって言わないんだよ。鷺山さんっていう声が聞こえてくるの、僕らのところでね。鷺山がって言ってるんですよ。えっ、俺最初鷺山って誰だって思ったら、鳩山総理のことは鷺山総理だって言うんだよね。鳥の名前が変わっちゃいましたね。鳥の名前変わっちゃった。それはなぜかというと、それはもうあの言ってることとやってることが違うので騙されたというふうに国民は思ってて、詐欺にかかったようなもんだと。僕はもう自分が撒いた種ですよね。あの自分半分半分は自分が撒いた種だよね。あれだけ国民に期待を持たせて、その当然県外に移設されるだろうというふうに国民の大半が思うようなことを次々と口から出して、その言葉は全部ひっくり返って嘘だったと、違ってたと、鷺山さんって言われるようになっちゃったんだから、やっぱり自分の蒔いた種でもある。その蒔いた種をもう自分でどうか刈り取るのかね、最終的にね。まあ、あのこのホームページがアップされる頃にはおそらくあの結果出てると思いますけどね。いずれにしろ民主党にとっては一つの大きな参議院選挙ということを考えると、ピンチかなと僕は思いますね。